新年度がスタートして早一月が経とうとしています。新鮮な気持ちに水を差すようにコロナが様々に影を落とします。天使のモーニングコール、今週のテーマはコロナ禍を生き抜く考え方です。中国から発生して今もなお世界的に広がりを見せている新型コロナウイルス、感染リスクだけでなく経済的ダメージも深刻です。特に飲食関係、旅行関係など業種によっては大打撃を受けて倒産の危機に直面しているところもあると思います。隠れ失業という新たな問題も出てきました。コロナが長期化して会社と雇用関係は結んでいても実際は仕事がない休業者が急増、パートやアルバイトの勤務時間が半分以下になった人も大勢いるようです。雇用関係は続いているので完全失業率の統計の数字には現れず、より深刻なんです。歴史を俯瞰してみると人類は過去にも大恐慌やパンデミックを経験してはいます。でも今生きているほとんどの人にとっては初めて未知なる困難に直面しているということは間違いないでしょう。こうした新しい問題に対してどう対処すればいいのでしょうか。幸福の科学の教えの内容を少なからずご存知の方は、大川隆法総裁が今何を発信しているのか知りたいところでしょう。心の教えのみならず経済や経営の危機を打開するための法も数多く説かれていて、その教えは個人個人に必要な精神から中小零細企業、大企業の社長の心得など幅広いです。まさにコロナ禍に寄せて随時必要となる教えや霊言も下ろされています。そこには仏法真理で生き抜いてほしいという強い思いが込められています。今日はそのすべてをお伝えすることはできませんが、コロナ禍のような新しい問題に対してどのような考え方を持てばいいかをお伝えしていきます。まずはじめに書籍繁栄の法から学んでみましょう。新しい困難には新しい発想、新しいアイデアで戦う、これが根本です。苦しみや悲しみ、挫折や困難に遭遇した時には過ちを反省するだけでなく、もう少し積極的に自分は新しいアイデアで戦ったか、新しい発想を出したかということも考えていただきたいのです。ものを発明することだけが発明ではないのです。人生の生き方も発明しなければなりません。誰もが自分自身のオリジナルな人生を生きているのですから、他の人の発明がそのまま自分の人生に使えるとは限りません。オリジナルな人生の中で各人がどのような新しい発明をするかが大事なのです。新しい考え方、新しい心構え、新しい発想、新しい行動を発明しなくてはなりません。何によって人生に勝ち成功の道に入るかということを常に考える必要があるのです。今
国や地方公共団体も様々な政策を講じてはいますが、誰かが何かをしてくれるのをただ待っているだけでは、運命の大波に飲まれ転覆してしまいかねません。ならば自助努力の精神を発揮し、自分の力で何とかしようと、まずマインドを変えることが現状打開の第一歩になります。新しいアイデアで戦ったか、新しい発想を出したか、この言葉を日々自分に問いかけてみてください。自分にはアイデアなんてひらめかないし、そんな新しい発想がポンポン出てくるのは起業家とか経営者とか、なんか特別な人たちでしょ。そんな声も聞こえてきます。そこで知ってほしい真実があります。人間には神と同じ性質が宿っていて、その特徴の一つが創造性なんです。クリエイティビティの創造性のことです。そして神の子である私たちすべての人にその性質が宿っているという霊的真実を知ってください。誰か何とかしてくれという思いから、自分で何とかしよう思考を180度転換することも考え方の発明ですし、考え方が変われば行動も必然的に変わってくると思います。続いて書籍知恵の経営からこの一節をご紹介します。マーケティング、市場の開拓の基本はニーズの発見です。人々が必要としているものを発見することが基本的なやり方なのです。ただ、すでに類似商品がたくさんあったり、同じような会社がたくさんあったりする場合には、ニーズを発見することはなかなか大変です。すでにニーズが満たされている場合には、今度はニーズを創造しなければいけません。新たにニーズを作り出さなければいけないのです。新しいニーズを作るためには創意工夫が必要です。もっと良い方法、もっと良い製品、もっと便利な製品がないかということを考えるのです。このようにマーケティングにおいては、ニーズを発見するだけではなく、次にニーズを作り出す、ニーズを創造するということをしなければいけません。ニーズの発見だけではなく、ニーズを創造することが必要だとありました。これは新しい問題に対処するときには必要な考え方です。なぜなら、新しい問題に対してはまだニーズがわからないことが多いからです。ニーズの創造は確かにハードルが高いですよね。そう簡単に創造できるものではありません。でも最初から正解を求めるのではなく、トライアンドエラーで成功を作り出すチャレンジ精神も大切です。ご存知の方もあるかもしれませんが、そんな発想で戦っている会社もいくつかあります。
例えば各大手航空会社、同じ空港を発着して上空から景色などを楽しんでもらう周遊フライトというサービスを始めました。星空満喫プラン、機内食を味わうプランなど魅力的な企画です。こうした発想はある意味コロナの危機に直面しなかったら出てこなかった発想かもしれません。こうしたニーズの発見や創造は何も経営者だけの話ではありません。自宅待機の間に会社のためになるアイデアを一つ、二つ、三つと考えてみる。あなたが会社にとって有用な人物であれば、必ず不況の時代でも、いやむしろ会社の危機の時だからこそ頼りにされるでしょう。想像力豊かな人はどこでもどんな時代でも重宝されるものです。ではここで大川隆法総裁の説法をお届けします。今年の法シリーズ秘密の法第5章、信仰からの創造の一部です。やっぱりどうやってもう一回この仕事ができるような体制に戻していくかっていう、そういう空気づくりが非常に大事ではないかなというふうに思うんですね。だからこれは恐怖心に負けているし、未知なるものに対し弱すぎるという感じがするんですよ。早くやっぱり通常の仕事の軌道に、仕事モードに戻していかねばならない。私たちは恐れを乗り越えて戦わなければならないということですね。だから、原点に戻って、昔から病気も事故もあるし、それから自然現象、天変地異、大雨、洪水、津波、地震、もう付き合っていかなきゃいけないんですよ。富士山が噴火しようがどうしようが、やっぱり人類の営みは続かなければならないんです。ということで、特効薬があると思わないで、まずは毎日毎日を充実した生活に変えて、神仏に祈りを捧げながらですね、この世の中にとってプラスになり、来世に幸福な未来を築くために役に立つような仕事の方にエネルギーを注いでいくということが大事なことです。自分自身のミッションというのは何かということをやっぱり感じ取ることが大事で、私はこれをやるために今世この地上に生まれたんだということをですね、やっぱりそれぞれが思うことが大事であると思うんですよ。やっぱりですね、希望が必要なんですよ。勇気を与える人が必要なんです。希望や勇気を与える人が必要なんですよ。あの人頑張ってるなと、あの会社頑張ってるな、そういう希望や勇気があれば他の人も立ち上がることができるんですよ。だから皆様方も環境やあるいはコンディションを利用にしないで、新しい力を作り上げて発揮して、そして世界を導いていこうじゃありませんか。もっと力を、それはもっと光を、そしてもっと繁栄を。あなた方が信じている神が本当の神であるならば、あなた方の未来に繁栄が開けることを心の底より祈っています。コロナのような経験したことのない人類の新たな問題、新しい問題には座して誰かの援助を待つのではなく、自助努力と新しい発想で戦うことを仏法真理からお届けしてきました。もしかしたら戦う相手は自分自身なのかもしれません。聞いてくださっている皆さんが力強く難局を打開できますように願いを込めて一曲お送りします。ザ・サンダー、コロナウイルス撃退曲。
何かすれば何かが変わります。それをどうか信じてください。何も思いつかないなら勉強が足りないだけかもしれません。判断材料やヒントがないだけかもしれない。どう花開くか予想はできませんが、まずは一歩を踏み出してみましょう。経営者でも最初からうまくいってばかりの人なんていませんし、失敗しているもんです。失敗前提でさあやってみましょう。あなたにはまだ眠っている創造の力がきっとあるはずです。発揮するためにも、人間は神が作られた存在であり、地上の人生で魂を磨いているのだという霊的人生観を持ってください。ご視聴ありがとうございました。今回のおすすめ書籍はこちらです。購入に関しては画面右上または概要欄をクリック。興味がある方はお近くの幸福の科学の支部庄社にお気軽にお越しください。その際に天使のモーニングコールを聞きましたとお伝えください。チャンネル登録高評価もどうぞよろしくお願いいたします。